初めてのギャル恥じらい CD 藤の木ねねの場合。先輩、わーい、先輩の匂いだ先輩に撫でられるの大好き。誰にでも甘えたいってわけじゃなくて、あーしは先輩にしか甘えたくないんだよ。先輩、明日のデートどこに行くか決めてくれた？えへへ、それじゃあね、明日は動物園に行こう。あ、今アーシのおっぱい見てたでしょ。先輩のスケコマシー、えい。先輩、アーシのおっぱいそんなに気になるのかな？わざと当ててるんだよ。